さて皆様どうもこんにちは、ダイタラです。スナックワールドトレジャラーズ、今日もやりましょうか。さてさて、前回ね3つの試練をようやく攻略して、最後の試練ね、魔人デアファルコン様をやっつけろっていう風に言われたんですよね。だけどここの適正レベルが57で、どう考えても勝てないと思うんですけど、行きたいと思います。今のレベルがね52、きついな。上げれるだけレベル上げとこう、とりあえずね。あんま上がんないけどね。なにこれ。ぐんぐんスター L とかあるじゃん。これ使ってみようぜ。うい。そんな経験値変化だな。で、53になりました。もう1ぐらい上がるかな、これ使ったら。いけそういけそう。あ、上がった。よし。まだある、アイテムあるから大丈夫。さあ、ぐんぐんスタースモール使って。よし。さあ、レベル54まで上がりました。よし、スモールも使って。ね、54! まあ、最低限オブ最低限はいったかなって感じですよね。じゃあ、あともうちょっとだけ、あれだ、きびだんごチップスだっけ?あれちょっと使って、仲間の絆上げておきましょうか、じゃあ。きびだんごチップス。ただ、シンデレラ隊長はもうほぼマックスだからいいが。誰連れてたっけ、俺今。グリフォンか。グリフォン。2個使おう。はい、どうだ。あ、結構上がったね。いいぞ。さあ、アシューラにも2個使っとこう。アシューラ、よしよしよし。さあ、結構みんな強くなったね、これで。さあ、こんなもんでいいかな。で、あと、あれだ。ジャラブレイク技を変える。これの剣が欲しいんだよな、ジャラ。ねえ、ジャラ技はいいんだけど、ブレイクね。クリスタルソード。変えたいんだけどね。まあ、いっか。さて、ではこんな感じで今から行きたいと思います。ドラゴンナイトの最終試練。これはやばいかもしれん。試練だけにって。はあ、頑張るぞい。クエスト出発。もういきなりデアファルコン様と戦うのかな、ドラゴン少林寺で。どうなんだろう。ただ戦うっぽいぞ、この感じ。このオーラ。バトルスタート。弱点なんや?斧ね。消えた、では。無事でハルコン様、ドラゴンナイトになれるかどうか試させてもらおう。アシュラ死んだ、もしかして。アシュラ頑張って。デアビームそれダメやない、大丈夫、ね、ほら、ワープした、またワープするのずるいって。あぶね、みんな、あー、グリフォーン、カンバック、カンバック、カンバック、帰ってきて。デアビーム、くそ、攻撃が通らねえ、こいつ。デアビーム、それやめた方がええで、パクリやで。デアビーム、よし、取ってる取ってる、ダメージ。キレキレキレ、おら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 。さあ、攻撃は避けて、みんな避けてる、素晴らしい。さあ、ようやく半分は減りましたね、敵。さあ、シンプルアロマの香り、デアビーム、うっせ、あー、また避けやがったこいつ。デアビーム、よし、少しずつ通していく、ダメージ、これ。デアビームやろ、またもうワンパ、あ、ちゃう、ワンパおじさんやったのにお前、なこいつ、うぜ、攻撃、デアビーム食らえや。うわ、避けた、またくそ、ジャラポイントなくなっちゃいそう。よし、一発当てて、まだいける、よし、もう一発いける、範囲攻撃、誰も当たんねえぜそんなの、ほら。あ、これいけそういけそういけそう、普通に通常攻撃主体でいって、全然くらへん、全然いける、回復しとこうか、足の心臓やし、いれ、デアビームでもそんな威力ないな。うん、怒ったと、これほどとは。また離れたぜ、いけ、デアビーム広くなった。でもワープしすぎ、ワープしすぎ、ワープしすぎ、あ、ちょっと待って、痛い痛い痛い、竜の力なんそれって、ドラゴン、ドラゴンボールじゃないでしょあなた。いって、回復、ちょ、みんな気合入れていこう、あと少しや。うわー、シュラが今すげえ食らった、多段ヒットすんのかそれ、クソ、チャンスが来ないんだよな、なかなか。いってー。
いた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 。くそ、ワープが多すぎる。いって、グリフォンがピンチ。帰ってきて、グリフォン。よし。デアビーム。うるせえ。くそ、攻撃多せえ。デアファルコンボ。何やそれ。あとちょっと。本当に終わりそう。デアビーム。よし。あ、いける。あと一発。とどめっちゃい。俺じゃなかったけどね。デアハルコン。撃破。大したことねえな。お前。経験値だけ宝文句なし。なるほど。面白い。想像以上だ。でしょ。ね、デアファルコンさん、これで俺もドラゴンナイトしてくれる。ドラゲナイ、ドラゲナイ。フル。はい。ドラゴンナイトだったらドラゴン乗れんの、ブダコに乗れんのかな。でもそんな関係ないよな。なんだろう。うん。もう私を倒したことでお前はもうドラゴンナイトだってな、よくわからへんな。ただ、とりあえず T ランクはアップアップ。ちょろすぎるぜ。お、絆がさらに深まった。みんな絆深まった。シンデレラ隊長マックスになっちゃったよ。さあとりあえずタイム、じゃんけんだ。ゴブさんいたから勝てるわ。じゃんけんポン、アイコーでポン。よし、チャップ、お前あれ出せよ。いいな。じゃんけんポン、アイコーやるな。お前アイコーでショー。あっ負けたぜ。なんか羽持ってかれた、金色の。さて、フラワーリング。特にいらねえかな。ジャラワーシャフラー、杖。杖はあんまりなぁ。いらないんだよなぁ。なんか、あまり欲しいのじゃないけど、一応もらっときましょうか。フラワーリング。今回微妙だったなぁ。よし。さて、続きお話見ていきましょう。私をここまで追い詰めるとは。変身せえへん？大丈夫？ってことは？いい？よし。よしよし。秘伝の書を授けよう。やった！ドラゴンナイト装備カタログ！え、これ作んの？今からこの装備を。カタログ？今風？やったー！え？よし。ようやくドラゴンナイトに。今のお前たちであればこれも使いこなせるはずだ。ジャラホダーライセンス。あら、12個持ち歩かせるできんだ。今までの倍持ち歩けるぜ。持ち歩きすぎやろ。終盤になってきたし、6個じゃ足りないと思ったんだ。まあ、敵に合わせて武器変えていくからね、このゲーム。ねえ。しかし、よく頑張った。試験は厳しかったか。もう終盤なの？楽勝っすわ、ほんと。ちょろいちょろい。図に乗るなって怒られたよ。ビネガーを倒さなければドラゴンナイトになった意味はない。あれ闇落ちしたで、あいつ。できるできる、やれる。あれピン太郎ちゃんが、どうした急に。闇落ちしていくと。お前たちあればビネガーを倒せるかもしれ。あピン太郎ちゃん、何してんのお前。デアハルゴン様死んでおる。え、死んだんもう。ピンさんとどうした。ピンさんと、さて、ビンさんとが裏切った。何したんだ、お前。ドラゴンハートや。ドラゴンハートはもらっていくぞ。何？うわ、出た！これ、ビネガーのドラゴンや。何してんのよ！待ちなさいよ！どこ行くで、切り壊す。え、次のボス、ビンさんとかな。バイバイ。あ、飛んでった。ビネガーが前回なんか言ってたもんね。裏切り者使いますか、みたいな。なんで？なんでだよ！ビンさんと！困ったもんやで、これ。第10章。最終決戦。なるか。千倍返し！え、もう終わる？終わるのこれ。スナックワールド。嘘でしょ？ということがあって奪われちゃった。てへペロペロ。うん、デアハルコンさんも横におるけど大丈夫？ほう。ビンさんとが。しかし。うん、なぜこのタイミングで。いや、なんでいるの？生きてんかい！ドラゴンハートがなくなり、霊体になってしまっただけだ。ドラゴンハートがあれば実体化できる。
ドラゴンハード取り返せなあかんねんな。ピンさんと。なんでどうしたんだ？ほんと。なんかあったのかもね。うん。ドラゴンハート奪ったのは事実よ。自分でさ、ドラゴンハートを奪っておいて、また奪、なんか返すって何やねん、こいつ。エコですね。でも、どこ行ったかわかんないよ。スナラインで聞いてみようぜ。どこいるの？おー、チャップさん、さすがでごわす。この考えもスナックワールドじゃないとできへんもんな、こんな。どこ行ったの？今どこにいるの？と。返信来るわけないでしょ。あ、既読になった。ヘビーテンプラー神殿でお前たちを待ってる。おう、ヘビーテンプラー神殿だって。行くか。行こう、ダイダラ。B さんとのとこへ。さて、ビンさんとに会いに行くけども、レベルが多分足りておりませんね。またまた。レベル58。サタンブレードもらえるんだ。めっちゃいいやん。ビンさんとエジボス。きつ。さあ、とりあえず、今日はね、サブクエストなんかちょろっと埋めちゃいましょうか。なんか、ドラゴン少林寺にもね、ちょっとサブクエストがあったので、受けちゃおうと思います。もうすぐあった、ここに。こんにちは、どうしたの？あー、やばい、マジでやばい。バーヤイ、バーヤイ、これ。なんつうか、お僧様が金使い込んじゃってさ、ドラゴン少林寺の賭け、火の車。え、マジで？お嬢様何使ったのお金？ああ見えて派手好きだし、偉そうでだいぶお調子者。悪い人じゃないんだけど、脇が甘いのよ。やばいの、マジで、やばいの、やばいの。運営資金工面しないと。あんた、ゴルゴン倒してきてよ。あいつは高いアイテム取れんのよ。売ればしのげんだよ、黒字だよ。なんで俺が取ってくんの？いや、俺が売るよ、勝手に。さて、ヘビーテンプラー神殿。いいけどさ、じゃあ、やるよ、やるよ。うん、今月はしのげるぜ。はい。では、行きましょう。つかめ、ゴールデンボール。大丈夫？ねえ、ゴールデンボールって金の玉やで。大丈夫かな？ねえ、まあ、何が大丈夫かわからんけど。はい。では、では、では、行きましょうか。つかめ、ドラゴンボール。ゴーンゴーンゴーンやっつけたいと思います。行ってきます。まあ、問題なくいけるでしょう。シンデレラ隊長スナック、あれ、絆マックスになったから、別のスナックにしてもよかったかもしんねえけど、なんか今、追加するやつっていないもんね。追加っていうか新しくさ、欲しいやつ。うん。よし。じゃ、とりあえず行っちゃおうか。まあなんかまたこういったサブクエスト進めてたら、新しいね、スナック友達になると思うので。ぼちぼち行きましょう。さて行きましょうか。気をつけてね、ダイダラ、オッケー。ちょっと行っちゃいましょう。ああ。ゴルゴン行っちゃおうに、俺、オッケー。それなんか、スナックワールドってダウンロードコンテンツ2本ぐらいはもう、ね、出るのが決まってるんですよね。確か、1本か2本か分かんないけど。ねえ、でも、まだ公式でさ、発売時期とか全然教えてくんないし、いつなんだろうね、あれって。ね、楽しみですよね、皆さん。おう、バット。このさ、ゲットしたこの斧があるじゃん、これ。これ、俺どうやってゲットしたんだっけ？あ、そうだ。ダウンロード版のあれか。うん。特典だ、特典。この斧が、くっそ便利なんだけど。マジで強いよ、これ。ねえ、なんかいいバスター属性がついてんですかね。わからんけど、強化できへんけどさ、この斧。よし。いや、サイボーグ。サイボーグ好きよ。フェアジー。フェアジーも俺相当倒してるけどな。よし、さあ、鍵持ちをとりあえずね、探すっていうのが今回の、目的ですので、鍵持ち探しましょう。ね、スナックワールド、前も言ったけど、どう、あー、なに？イエーイ！乗ってるかーい！キャー！来てるわ、ノリノリよーバブリーガールの時のこれ、状態じゃん、ナウいやつ。バットやっつけて、でかいやつだ、こいつ。やべ、俺は殴ることができねえ。頑張って、もういや、無視しようも。いや。よ、チェケラチョウ。治るの遅えよな、これ。バット追っかけてくるし、マジで。なあ、お前。意外と強い。あと一発、ナイス。宝箱やーん。これ、ねじ巻き貝殻。あざっす。さて、
鍵部屋からかなり遠ざかったとこまで来ちゃったんだけど、ここまで来たら割とめんどくせえなってなる。ミステリードアが欲しい。ミステリードアカモン。わ、変な部屋出た。まあいっか。じゃあね、ストーリー今10章ですよね、確か。何章まであるんだろう。12とかまでかな。なんかビネガー倒して、はい、終わりですっていう感じもあるかもしれないけど、まあ絶対裏ボスとかいるよね。ね、ちょっと怖いよな。よいしょ。裏ボス強いんやろうかな。さあ、あれ鍵持ち倒してる俺。いつの間に。もういいか。オッケー、じゃあちょっと鍵のとこまで、あ、すぐ行けそうだこれ。ね、カットしちゃおうかと思ったけど。ちょっと未来の大ダラ君が編集めんどくさい言ってるから、ね、このまま行かせてください。はい、行きまーす。サイン2階です。最近なんか縦長部屋とか横長部屋ってわかる？ね、縦に進んでいくとこと横だけに進んでいくマップ。あれ引かないんだよね、なんか。あれクソ楽だよね、マジで。敵全部無視できるから。ね、わかるよね。まあミステリーが一番楽だけどさ。いっか。とりあえず、じゃあちょっと今回は2回もうめんどくせえからカットするわ。オッケー。見つかったわ。行きましょうか。ふぅー。まあ、どうせ、あれでしょ？メデューサでしょ？メデューサ。ね。ミラーシールドで跳ね返せるから敵買って。でも原作じゃあさ、原作もこれも原作だ。アニメとかじゃ30秒くらい石化しなかったっけ？今回3秒もかかって、1秒だけだよね。石化する時間おかしいでしょ？ゴルゴーン、スーパー。スーパー、ゴルゴーン。ね、野菜が安い。さあ、奴がゴルゴンやっつけましょう。期間。あ、全然あったね。さあ、奴の頭からもぎ取ってきなさい。全然ダメージくらへん。未練タラタラマダーン。痛い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 。結構効く、結構効く。痛い。大崩壊シャフト。うわお。さあ、飛んだけど問題ないっすね。よし。早く来いよ。はい、聞きませーん。はい、雑魚。はい、はい、あ、そっちにの、眠くなる頑固とかね。いや、チャンスいけー！ジャラブレイクやー！ジャラブレイクこれ弱いんだ。よいしょ、殴ろう。スナック切り替えれないんだけど、なんかこのボス戦ってよく。なんでなの？よし。さて、もう、ジャラポイントなくなっちゃうんだけど、これ。痛い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 。あ、寝てもうたで。おやすみ。痛い。え、ね、殴られても寝たままなんだけどこれ。え、強ない眠り状態以上って。ドリンクも飲めねえし。悲しきゴールドヘア。うわ、寝ちゃった。あ、これ当たる。これも寝ちゃうんや。あ、起こしてくれた、ありがとう。よし、さあ攻撃力ダウンさせた。よいしょ。あ、痛い。こいつ強えぞ、マジ。やべ、結構しんどい、倒すの。これ、スナック読んだ方がええわ。誰呼ぼう。誰呼ぼう。シンデレラ呼ぼうか。シンデレラあるやん、回復役やん。あかんわ、やっぱ、ジニーズしかおらん。似とるから、呼び出されへん、今。頼む、来てくれ。来たージニーズー。 C 痛い。ヤン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 強いわ。シールドね、これが。オッケーオッケー。大公開シャフト。うわ、これ近寄れないんだけど、すなやべえな。はい、体調大丈夫今。あ、体調いいしなってる。いける。さあ、ミリエンタラタマダン。オッケー。あ、寝ちゃった。クソ、こいつ強えな、マジ。ゴルゴン、めっちゃ怒っとる怒っとる。あいつ本気になったぞ。また本気になったの。クソ、攻撃が全然できねえ。一発当たったけど大丈夫。フライヤー、
さあ一発いいパンチ入ったね。スペシャル技使いて。くそ。ああ眠った、もう終わっちゃうって。あー戻っちゃった、もうこれ。あ石なってる、しかも。あっおい、あー終わったー、ただいま俺くらえ。よし、いや最後に殴りまくれ。もうもういい、もういい、殴りまくる、これで勝てる。やべ、回復して、回復回復回復。くそ。こんな苦戦すると思わんかったわ、ほんまこいつで。ほらってようやく終わった。やばいやばい、1戦闘かかりすぎやって。早くジャラ技、ブレイク技変えなきゃね、クリスタルソード。そしてレベルアップは55。ね。しんどかった。あんたすごいよ。これ本格的に、あれだね、適正レベル帯とかそんな云々の話じゃないかもしれない。いや、何が悪いのみんな。ちょっと教えてくれよ、マジで。めっちゃ強いんだけど、敵。で、あの、チャップのスナック、俺、ねえ、あの、カード持ってんだけどね。スナック持ってんだけど、リアルのやつ。あれ読み込ませて、チャップ仲間にするか。ちょっと困ったですわ、今。はい、ということで、とりあえず、じゃんけんタイム、じゃんけん、ポン、アイコーで、ポン、やー、一人勝ち、ザコどもめ。はい、目玉商品は、あの、これ実は道中でゲットしたんですよ。なので、どれもいらない。これ売るか、この目玉商品をゲットして。さあ、クリアピンクパンサー。売れる売れる。で、シルバーバスターに。道中でね、確かゲットしたはずなんだよ。あ、ほらほら、あるあるある。売れる。さあ、これでもう家計は大丈夫ですか？頭もぎ取って、金玉もぎ取った。ひぃ、ゴルゴーの金の玉ね。この強烈な輝き。これなら売れそう。さあ、これで少林寺の危機回避できそう。今日はお疲れ、帰ってきて。ひどいね、金の玉もぎ取るなんて。恐ろしいこと考えるわ。ふぅ、これ透明の基地機が去ったわ。お礼は？さては、これはあと換金すればいいんだ。これなんか来たで。ああ。お嬢様どこ行くつもりですか？なんじゃいきなり散歩じゃ。なぜお金が必要なんですが、私がその懐のお金に気づいてないと思いましたか？あなたが使い込むからみんな困ってるんですよ。大誰だってそのために冒険行ってくれたんですから。どうしてもダメ？ダメ。どうしてもダメ？ああ。出してんだろうか。では。え？逃げるが勝ちじゃ。あいつやべえな。倍にして返してやるぞい。マジダメ親父じゃないあいつ。いつか締めてやるんだからね。持っていた額は大した額じゃないけどね。あの人実力が本物だから捕まえるのが一苦労なのよね。マジ旗迷惑やな。あとはこっちなんとかする。え、俺何もなしだ。俺お金あげただけやん、こんな。働き損やで。ギブアンドテイクって世界のことを知ってる？うん。もういっか。よし。とりあえずじゃあ皆さん今日はこれで終わりましょうか。まあ、ゆるーい感じがこのね、スナックワールドです。さて、終盤に入ってきました。ね、実力不足が否めないですが、まだまだね、頑張っていきましょう。まあ、負けないことはないんだけど、やっぱ火力が足りないんだよね。困ったな、マジで。まあ、次もまた見てください。おつぽよ。